はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ地なんですけども、今日は最後のギアフォースモンキー D ルフィ使っていこうかなと思います。今回のジャンプ創刊記念の限定枠というわけで、このルフィのフォームチェンかなり激アツですよね。ほんまギア5の一歩手前、フォーム1、フォーム2というわけで両方ともバカかっこいいんですけども、まあぜひとも性能を見ていこうかなと思うんですけども、赤属性の攻撃タイプというわけで HP17,700 攻撃2628というわけで、まあステータスは高いな。必殺フォーム1、敵単体にガード貫通 570% で焼けの度合い 30% のキーラー、2万固定1万赤属性ダメ、一旦自身が攻撃受けた時に HP1000 回復、血統損得3万、マルチチェイン赤から青、青から赤というわけで、ガード貫通 600%、 2万固定、属性1万なんですよ。火力はまあこのフォーム1に関しては凄まじいもんがあるんじゃないかなって。攻撃力も2628なんで、こっから放たれるガード貫通600はかなりなもんがあるんじゃないかなと。結構決闘で使ってみたら面白そうな性能してますね。んーで、フォーム2必殺、2ターン敵全体 15% 弱体化、敵単体にダメゲン貫通 540% で、攻撃、低い順に2個、自身に吸収、2ターン必殺ダメ 10% アップ、3ターン、敵全体を1万やけどで、1万ずつ上昇というわけで、初めて登場しました先弱体化なんですよ。先バフならぬ先弱体化なんですよね。これ皆さん気づいてた？気づいてるよね。それも登場したん3週間前からね、それは気づいてる人ばっかやと思うんだけど、先に 15% 弱体化を貼るんでダメージがまあまあ出るんですよね。しかもダメゲン貫通でバフ吸収持ってるんで、僕はこのルフィ決闘の1枠目でかなり愛用しております。はい、わりかしね、バフ低い順に2個吸収なんですよ。で低い順に2個吸収で実質高いやつ1個とほぼ変わらんので、でダメージもダメゲン貫通でめっちゃ出るし、1枠目でダメゲン張ってくる人いるんですけども、そこに先弱体化しながら10万ぐらい与えられるし、あとやけどもちょっとしたダメージ出るしっていう感じで、なかなか使い勝手いいんじゃないかなって思いますわ。はい、で友情、必殺1個変換、ランダムプチ2個縦列変換の虹ペイントに変換、4ターン火ダメバフ 10%、 4ターン、サポ対メインキャラ必殺ダメ 5% アップ、4ターン赤青の必殺ダメ 10% アップ、3ターン赤青が受けるダメージ2000軽減、血統損得12万というわけで、まあこの友情技も、まあ、かなり強いですね。まあ1枠目決闘よう見ますわこのルフィ。今回のフォムチェンナミさんと、併用して使ってる人なかなか多いんじゃないかなと思いますね。ほんで特性、自身が受ける竜巻ダメ5700軽減、高速14個軽減、必殺ダメ 20% アップで、味方が攻撃を受けた時に 70% で反撃、レジェンド召喚したターン、ランダムプチ2個、最大7個変換の二次ペイントに変換、味方全体の攻撃 10% アップ、2468ターン目マルチチェイン赤から黄色、黄色から赤というわけで、まあ、特性でもマルチチェイン持ってるんで、必殺でもマルチチェイン持ってるしっていう感じなんで、まあ実質ルフィの持続性が赤、青、黄色と化していると、まあそういう感じになってますね。まあ使っていくんですけども、挑んでいくダンジョンは筋肉だるまというわけで、まあね、イベントで使う際は、このフォーム1が基本的かなと思いますね。で、フォーム2はまあちょっとした、弱体化要因で、弱体化切れたらまたフォーム2に変えてって、基本的にはこの1で立ち回ることが多くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ演出等々見ていこうかなと思いますというわけで、はい、と、まずはフォーム1見ていきましょうか。必殺特性貫突で幻突、バフなしですね。ゴムゴムのあれなんて読むん、キングコングガンですか、
ょっとわかんないんですけども、ダメージ以下ほどというわけで、パッペーン、パーマンというわけでね、懐かしのヒーローが登場したところで、これなんですよね。パンパースなんですよ、素晴らしいことに。やっぱね、固定ダメージ2万と属性ダメージ1万持ってるんで、まあかなりえぐいもんがあるなと思う。僕もちょっとびっくりした、そんなダメージ出るんや、やべ。ほんでマルチチェインなってますんで、しかも今現在2ターン目なんで、黄色青赤が対応されているという、まあこんな感じで、はい、バカほどつなげられるというのが今の現状となっていると、そういう感じになっておりますわ。はい、お次フォーム2、あ、そうか、あの決闘のノリでタップしてもうた、そうか、イベントではルフィのところでフォームチェンしひんかったらフォームチェンジできひんのか、なるほど。ただダメージえぐいな。今エースで火傷付与刺したんで、火力今82000、パーマン出ましたね。まあ8万弱が、このルフィの最大火力となってますわ。めっちゃ強いな。あ、またフォームチェンジ。僕はね、ご先祖様が鶏なんですよね。鶏ってね、散歩歩いたら散歩前の記憶なくなってんねん。うん。だから、1歩目歩いた、あ、ここどこや ?2 歩目。あ、ここそうか、2本か。3歩目、ここどこっていうのが繰り返し行われてる人生らしいんですよね。なのでね、僕そのご先祖様なんで、それは忘れるわいう話で。だって僕も住所、氏名、年齢、電話番号忘れてんもん、僕。ほんでもって、ダメージを次フォーム2見ていこうかなと思います。というわけで、必殺特性貫突、幻突、バフなしですね。フォーム2の最大火力と、なっているんですけども、先弱体なんで、まあ、540といえどダメージはまあまあ出るんじゃないかな。まあ以下ほどというわけで、ディープキスしていきまして、炎帝からの、どんな感じ、4万%、なるほど、言うて5万近いのは出んのか。 540% で5万近いの出るからね、なかなかいいもんがありますね。はい、まあ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 、今のダメージ見てもらったら分かる通り、イベントではフォーム1基本的に、装着しといて、弱体化が切れたらフォーム2に変えるって、まあ、基本的にフォーム1で立ち回ることが多いんじゃないかなと思いますね。はい、とやっぱね、このルフィものすごい使い勝手がよろしい。やっぱりバフ吸収持ってるんで、まあイベントではね、永続が最近多いし、まあこの筋肉だるまも今現在永続使っとるんで、だからまあバフ吸収できることはあんまないとは思うんですけども、まあ決闘での使い道はかなりあるんじゃないかなと、まあ個人的には思ってますね。はい、まあ最近の限定キャラには珍しく、あれがないんですよ、あれがね。だからね、必殺がね7個なんですよ。生成数軽減持ってないんで、そこがなんかちょっと珍しいなと。もう今年はもうなんか言うたら生成数軽減やったんでね、もうとにかく醤油かけといたらうまいみたいなね考え方やったんですけども、とにかく限定キャラに生成数軽減持たしといたら強いみたいな感じの流れ来てたんですけども、ここでまさかの、レジェンド召喚したとか関係なく問答無用で生成数軽減ついてへんキャラクターは、まあ珍しいなぁと、まあ思いましたね、これは。はい。でもって、マルチチェインを必殺で持ってるんで、しかも、行ってこいする。黄色プチじゃなくて赤プチから青プチか。で、青プチから赤プチ。青プチから赤プチに、戻ってくんのがめちゃめちゃ偉いねん。これ、赤プチから青プチだけやったら、まあそれでも結構強いんですけども、青プチに繋がった瞬間に、もう二度と赤プチには戻ってこないんで、行ってこいしないんで。だから、盤面事故ることも多々あるんですよね。
ただしかし、このルフィに関しては行ってこいしますんで、事故ることなく、またカプチを、巻き込んで、オンでもって、青プチ巻き込んでっていう、まあ、かなり、いい立ち回りしてくれるんじゃないかなと思う。ほんでレジェンド召喚者ターンのこの二次変換もかなり優秀。最近はね、もうレジェゲージアップがもう主流になってきてるんで、レジェンドの回転率がバカあるんですよね。あの耐久パーティーでも全然レジェンド余裕で召喚できるんで、そんな環境でこの虹ペイント持ったのはまあなかなかいいんじゃないかなって、まあ個人的には思ってますわ。はい。まあというわけで、倒すめんどくさいんで決闘行きましょう。はい、というわけでお次決闘でやっていくんですけども、パーティーこんな感じで、まあさっきフォーム1がなかなか活躍したんで、今回は、フォーム2の、どんな感じかっていうのを見せたかったんですけども、カスこれはやり直そう。1枠目でバフ据えるというのがこのルフィの強みなんで、そこをさすがに見したい。本番の決闘動画じゃないといいやとね。クソ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 、先行くれ。あ、素晴らしい。これ先行もらったことによって、この綱手のばあちゃんのバフが据えます。はい。でここ友情コピーしまして、盤面触るというただ単なるムーブと、あ、日和さんのまんまやんけ。おい、フォームチェンナミさん、さっきまで使ってたんがバレとるやんけこれ。まあいいでしょう。フォームチェンジしていきまして、おいと。ほんで先弱体化 15% 張るんで、これ綱であれでしょう、有利属性なんで、これダメージまあまあ入るんじゃないかな。ほんでダメゲン貫通なんで、まあこいつはダメゲンつまへんねんけど、そんなん関係なく、いいダメージ入るのではないかな。このばあちゃんに関しては必殺でバフ積んでくれるんで、これなかなかいいバフ吸えるんじゃないかなと思うんですけども、まあダメージ以下ほどというわけで、はい、ばあちゃんクソ入る。ほんでもって、はいはい、素晴らしい。あんま入んなかったというわけで、まあまあまあいいでしょう。あの火力が、メインではないというのを先に言っておきましょうか。はい、これ何据えた、バフ何据えた。50と50と25据えたん。あ、50と25据えてるわ。合計75据えてる。こういうね、ラッキーパンチがあるんですよ。キングコングガンならぬね、爆笑というわけでね。そういうことなんですよ。はい、誰しも爆笑が取れるというわけでね。はい、まあそれどうでもよくて、まあそんな感じでなかなかね、1枠目適してるんですよね。ぜひにこのルフィ、フォームチェンルフィの友情コピー1枠目フォーム2、ぜひにお試しあれって言うのも遅いかな。もうすでに皆さん試してるよね、おそらく。ただね、お前遅いねんっていう、そういう意見まあ飛んでくると思うんですけども、まあ軒並み出ていけを授けようかなって思うんですけども、これね、なんでもって、ここがいい先生。はい、もう 100% がっちり守れるんで、はい、素晴らしい。まあこのね、砂で1枠目ガイ先生2枠目のこのパーティー、100% 勝てるパーティーなんですよ。もののごとく使ったらね、使ったら 100% 勝てるし、敵に来ても 100% 勝てるっていう、何が何でも 100% パーティーっていうね、頭のおかしいパーティーなんですけども、なんでもってここに関してはそうですね、なかなかキモい盤面になっとんなこれ。着地ここでぶち割っていきましょうかね。はいと、素晴らしいピタゴラスイッチ789個割と、ワンチャンここで勝ってまうな。弱体化ついてるし、この 15% 弱体化かなり効くんですよね、僕のこのパーティーには。でここでサイカルでクソブッパ入るんですけども、あ、浦原さん使われたか、浦原さん使われたから耐えられるかな。まあ有利属性なんで、相手さんがこっち不利属性なんで、だからまあワンチャン。でもこれ
あー、うさぎ、大石、かの山。これ、うさぎ、大石、かの山やんけ、これ。買ったな。さすがにこれ買ったで。あ、こっち、バチ回復するからどうでもいいですわ。オーバーダメージは。あえー。ルフィの弱体化が刺さっとるやんけ。